山口親子の中尾でしょ。山口やと。はい、どうも、ひろきチャンネルです。はい、ひろきです。よろしくお願いします。で、ひとりずばあいさんです。これでね、今日の企画はね、ここ、岡崎公園の人たち、30人来てる方が来たんですけど、30人、ドラゴンボール、ワンピース、どっちが人気か、企画です。インタビューをしていきます。いや、聞けるかどうかは分かんないよ。まずね、一人であり、心細い企画なんで、あの、はるばるね、コマッチと声だから来てもらいました。戦闘スーツ着て飛んできたからね、2人で。そう、ドラゴンボールの力でもやってきたからね。すごいな、それでこの茶番を置いておいて、やっていきましょう。本当に、スーツの相手。せーの、あれ、スーツから行きましょう。こちら、どちらかでもいいので、貼ってください。こっちで。こっち？どちらでもいいので。ドラゴンボール。なんで、ドラゴンボール貼っとくね。はい、あー、ドラゴンボールですね。なんで、はい、理由とか聞きたいですね。なんだろう、昔からやってるから。あー、そうですか。もういいから、自分の子供の時から。すいません、あ、じゃあありがとうございました。1票目、ドラゴンボール入りました。しましたね。2人、3人か、はい、今回ですね、こちらのグレート家康公青い武将会じゃないです。ではなくて、あ、はい、中帝国武将会の安藤です。すごい大物型が捕まりましたよ。家康公の武将会。じゃあ、どうぞ。ドラゴンボールが来ます。どちらでもいいので。私は、去年代が来ます。ドラゴンボール。おお、人気ですね。じゃあ、理由をどうぞ。あの、おじさんの年代だと、ドラゴンボールしか知らない。ワンピースは知ってるけど、はい、あ、そうですか。テレビで。あ、すみません、ありがとうございます。年寄りだから。アシカルさんも。おお、ドラゴンボールやった。やっぱドラゴンボール年齢が多いですね。いや、これは仕方ない。僕らはドラゴンボール、うん。まあそうですね。なんてちょっと若いから。そうですか。あ、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。理由を。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、YouTube やられていますか。なんかチャンネルみたいな。あ、ちょっとやってないです。なんか警察する。あ、そうです。こっちの。あ、なんか。僕らあの山口親子の仲間たちっていう、山口親子の仲間たちっていうグループで動画やってまして、登録者がもう1000人以上で、あと個人チャンネルで、あとひろきチャンネルとか、りっちゃん放送局とかもやってますんで、1000人関係ないですよ。そうなんですよ。で、あと総再生数4000回いかんと利益化がかからないんです、はい、もう今3000回いってるんです。すげえ頑張ってるんですよ。あとこれでお感じになります。今 YouTuber があれだもんね。ここに東海オンエアってやつがあります。あ、すいません、東海さん、チャンネル登録してません。すいません、すいません、本当にありがとうございます。じゃあ、はい、おお、じゃあ、はい、ワンピース、みんな貼っとけるの。ワンピース、はい、はい、みんなどっちがいいの。多分ワンピースしかあんまり見てないな。おお、私しか見たもんな。今日見ました。朝ね、朝だ、今日見てないワノ国でな。僕、リュウソウジャー見てました。 ありがとうございます。理由とか聞きたいですね、理由は。いや、こっちの方がストーリー性があるんだから。おお、あ、すみません、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。今日とも、ゲットしました。はい、手元だけ。おお、はい、おお、はい、好きな理由。ドラゴンボールは逆にあんまり見たことがないだけです。あ、ワンピースが好きってことですね。うん、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ワンピースだけで12人目見つかりました。いや、20人ぐらいじゃない、これで。あ、今チョッパー、チョッパー。おー、ワンピースがいいんだ。これワンピース、ドラゴンボールだな。あ、じゃあおじちゃんの分も。おじちゃんじゃない、おじいさんだろうが。おじいさんは何がいい。おじいさんは何がいい。おじいさんはエヴァンゲリオン。いや、ないです。残念ながらドラゴンボールだ。ワンピース、ワンピースだ、ワンピース。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、理由とか聞いていい。じゃあ理由、 YouTube かなんかで出してくれる。理由とかあれば。ドラゴンボールって何だろう。分かる、はい、分からん。ワンピースはね、時代いっぱい出すからやだ。ドラゴンボールも一緒じゃないか。でもそんなにない。黒いから黒いから黒いから。あー、そうですか。まあ人間が手が伸びたとか、あれはもういいだね。海がこうなっちゃうと、海がピヨーンと気持ち悪い。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。お時間いただいて、いやいや、ありがとうございます。はい、ちょっと、はい、頑張ってください。山口親子の仲間たち。ドラゴンボールに。ありがとうございます。じゃあ、理由とか聞いてみましょうね。ワンピース好きな理由。まあ、そうですね。一応世代なんで。ああ、そう
ドラゴンボールはちょっと作れちゃうから、まあ、一応漫画も読んでますよ。アニメはそんな、なんかアニメでオリジナルが結構あるじゃないですか、ドラゴンボール。ありますね。原作は好きなんですけど、なんか、いろいろ足されていくのが。ありがとうございます。どうも。ありがとうございました。ちなみに、ワンピースの中で好きなキャラクターいますか？あ、そう。あ、バギーが。あー、バギー珍しいですね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、質問いただいてもいいですか？ドラゴンボールとなんですけど、どっちが好きですか？うん、ドラゴンボールだな。あれやらせてこい、やらせてこれ。はい、ドラゴンボール1票入りました。好きな理由とか出てもらいました。うん、悟空がかっこいいな。ありがとうございました。どっちがっていいかな。ドラゴンボールでしょ。おお、ありがとうございます。理由とか聞きたいですね。ワンピースの好きな理由とか。まあ何でもいいので理由は。やっぱルフィが好きだから。ドラゴンボール好きな理由とか教えてください。なんかドラゴンボールとワンピース比べたら、なんかワンピース途中で飽きて読んでないんで、ドラゴンボール最後まで見たからドラゴンボールの方が好きかなと思って。おお、ありがとうございました。すいません、時間ありがとうございました。あの、好きな理由とか聞きたいですけど、大丈夫ですかね。コロナ危機はい、ありがとうございます。この人はあれです。どうしました？あの、今、ドラゴンボールとワンピースのどっちが好きですかとインタビューしますけど。おー、へぇー。こんな方で、自分の。いや、俺は映されるんですか。あ、手元だけ。あ、ぜひよかったらどうぞ。あ、ワンピース。あ、でも最近ワンピースとワナ国編ですよ。これちょっと30人を。取れるまで終われないんですよ。おお、結構いきますね。じゃあ好きな理由とか教えてもらえるので、好きな理由とか。ドラゴンボールはね、ドラゴンボール好きな理由とか。ドラゴンボールはガチな戦いになると画質がめっちゃいいんですよ。わかりますよ。わかります。僕ベジータ好きなんですよ。あの悪い感じが。でも今のベジータは家族を持ってるんですね。ああいう悪いが本当にすごいですよね。ただのスーパーサイズですね、あれは。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、ワンピースの好きな理由とか教えてもらえますか？泣けるから。あー、何が泣けるんですか、特に。すべて。あー、やっぱルフィ助けてるのシーンとか？いや、最近で、あ、でも昔で言うと、サンジのところは好き。クソお世話になります。さあ、今日のそのキャラがこれなので。それ見て思いましたから。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。30人目です。あの、好きな理由とか聞いてみたい。今、ドラゴンボール好きな理由で。よくアニメ見てたので。あの、ワンピース、じゃあ、ワンピース好きな理由で。あ、漫画とか持ってんですね。こっち持ってない。私はこっち持ってて持ってません。ドラゴンボールでワンピースですね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、結果発表でーす。まず、なんとドラゴンボール。13人しかいなかった。13人。でも知ってる人が多かったのはありがたい。で、ワンピースがなんと17人です。で、勝負はワンピースの勝ちでした。勝負ですよ、怪物だ。怪物は絶対ドラゴンボールが天下取りますよ。まあ、ということで、どんな勝ちかわかんないけどね、次回は。というわけで30人、ことができました。いや、今回ね、みんな なかなかね、インタビューしてもらえてますから。そうですね。ちょっと最初、どうかな、不安で心配したんですけど、なんかね、頑張れる気がしてからね、俺も。あと中には、なんか僕たちも知ってたってことも聞きました。まあ、たまたまですよね、あれは。まあ、ということで、また次回、アンケートチップ第3弾でお会いしましょう。それでは、バイバーイ。からの、アディオン。ガンジャンジャジチチチチチチチ。真夜中に、真夜中に、ウサギがやってきた。暗いとよくわからない、人にも気づかれない。だから夜はわからない。